こんにちは、矢ヶ崎です。今日はこんな感じですね。ちょっとコメントでもいただいた、ちょっとウルフ、今のウルフっていうんですかね、前の動画でも結構トップを切り込んだ切り方のとか紹介させてもらったんですけれども、それとはまた違ったやり方での今回今っぽさのあるウルフですね。この最近インスタとかでもなんかこう、うちのスタッフでもよく多いお客様のオーダーであるウルフですね。まあ、こういったちょっと顔周りにもレイヤーが入りながら、トップふんわりで毛先外羽みたいな、こんな感じの、多分持ってこられる人もいるんじゃないかなっていう感じですね。ちょっとこういうのの切り方を今回紹介してやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速切っていきます。今日はね、ウルフなので、ちょっと今まで前にもそういった上を短くする動画とか上げさせてもらったんですけども、今回ちょっとまた違う切り方でアプローチしていこうかなと思いますので、やっていきますね。はい、じゃあまず、まあ、最初長さ、ここは今まで通り普通にやっぱペラペラにならない長さで一度切らしてもらいます。なので今回も5センチぐらい、一回長さをここで揃えちゃいます。バック板状で、こうですね。ここはただただ長さを揃えてるだけです。で、一回切ります。そしたらもう次に、ここからはもうサイドから切ります。イヤートゥーで分けてもらって、そこから前、ここですねここのウルフなので、ここからイメージしてもらって、ここのトップがここに丸さが来て、そこからこう降りてくる長さ、ここですね。ここで後で設定するんですけど、ここの長さをした時に、そこからこう前下がりっぽく落ちてきた時に、長さどこがいいかなっていうのをイメージしながら、だいたいまあ顎下ぐらいですね、ここからこう降りてきたところ。そしたらここではもみあげの長さを合わせます、一緒で。で、その人のイヤートゥの長さも一緒、もう今ならこういう感じです。そしたら今度、さっき切った長さのバックと、今ここ切ったこの間をつなげます。下ろして、だいたい三つ襟からここなので、急激な角度になるんですけど、ここのところをこうですね、ここが。そしたら今度はさっき言ったここですね、もうバックを決めちゃいます。ここのところのちょうどこの頭の丸さが出るようにして、よりくびれ感がここで出て、セットした時によりウルフっぽい感じのシルエットにするようにしたいので、ここを長さを、そうですね、もうトップこのぐらいですかね、にしていきたいと思います。この時にトップを引き出して、ガイドというかこのぐらいで切るっていう感じにするので、でトップで引き出したら、もうここはもうオンベースでセームレイヤーでいいです。シュッて引き出して、ここ、このぐらいですね、さっきの長さぐらいイメージしてセームで切っちゃいます。そうすると今切ったのがこれですね、こういう感じに乗っかって、はい、ブローが終わりました。こんな感じです。もうかなり後ろとかもがっつりレイヤーウルフですね、入ってる状態になります。こうやって動かすと、で今ここでこうよりセットするとこうくびれてきて、上がふんわりしてって感じになります。で、今がもう今回ウエットで顔周りここやってないので、ここをドライでやっていきます。
まあ、ウェットでやってもいいんですけど、今回ちょっと分かりやすくドライで段階を追いながらちょっとやっていきます。ちょっと前髪からいきます。前髪がちょっともう少し切れるので、よいしょ、じゃあやっていきますですね。ちょっとまだバラバラなので、先にじゃあ今度この上のここです。重たいところがあるので、トップ引き出して、ここはもう毛先中心です。毛量というよりかは毛先の厚いところ、毛量の厚いところを落としていく。ここも一周。はい、はい、じゃあスタイリングしていきます。まあ、基本ストレート一本でできると思うので、何外跳ねだったりちょっと丸さ出すっていうのは全然今のストレートあるので一本でいけると思うんですけれども、ちょっと毛先の跳ね感のところは今回ちょっとアイロンだけ、このコテだけ使わせてもらいます。ここですね、下の方、この毛は外跳ね、外跳ねも床水平のまま上から入れて下に下ろしていくようなイメージで、こういう感じで前から見た時もこの感じの外跳ね。サイドは置いとく。後ろの毛ですね、のところを入れて下に下ろしていく。こういう感じ。ちょっとここだけはコテでやったら、あとはもうストレートアイロンで、ここからは全体的にただ丸さをつけていくような感じですね。巻くっていうか、ウルフのオーダーも多くなってきてるのかなと思うので、ちょっとこういうのを参考にしてもらえたらと思います。で、結構よくあるのがここですね、トップとミドルのここのつながりはどうしてるんだっていうところなんですけれども、今回まあああいう切り方ないので、しっかりとそこを意識してもらえると結構ね、簡単に切れたりするので、ビビることなく切れると思うので、ぜひちょっとやってみてください。ありがとうございました。